HCD プロセスにおいては、こう要求に対する評価、ここの箇所ですね。ここについていろいろとご説明をしたいと思います。まあ、最初に、ユーザビリティ評価とはということで、ユーザビリティ評価というのはどのようなものかというものをご説明します。まあ、定義づけますと、ユーザビリティを評価するプロセス、活動のこととなります。開発された製品やサービスが、ユーザーのユーザビリティに関する要求を満たしているかどうか、これを評価するものになります。大きく2つの種類がありまして、形成的評価と総括的評価、大きく2つ種類があります。形成的評価とは、その開発中に製品をよりよくリデザインするために行う評価です。一方、総括的評価とは、完成品の成績付けをするために行うものです。細かく下の方でご説明しますけれども、形成的評価とは、まず評価のタイミングとしては、開発中に行うものです。で、観点は、その製品やサービスの改善をするために行うものです。で、それが得られる評価の機能としては、優位点だったり改善点、それのフィードバックを行うための機能となります。で、その評価した結果の範囲としては、比較的狭い範囲になります。当該製品やサービスの範囲、その中の範囲で評価を行います。一方の総括的評価とは、タイミングとしては開発後。で、製品やサービスの開発後の評価を評価の観点とします。機能としては、開発後ですので、そもそも期待通りできてるのかと、ユーザーの期待通りの製品やサービスが仕上がってるのかという合格水準の判定に使います。そのため評価結果の範囲としては広くて、当該製品やサービスの今後の発展課題を見据えたところも評価に含まれていきます。大きく、形成的評価と総括的評価、この2種があるということをまず覚えておいてください。今日いくつか調査や評価についてお話をしますけども、今日はですね、この中にある評価の中で、エキスパートレビューとユーザビリティテスト、この2つについてお話をしたいと思います。そもそもユーザビリティの構成と関係についてまずお話をします。ユーザーと製品の間には、ユーザーは何かしらの仕事をする、設備を使うとか、何かしらの環境のもとに使うので、利用の状況がありますけども、ユーザーと製品にはそのような関係の中において、何らしらの意図をした結果、何々をしたいという目標があります。これがそもそもの製品とやサービスとの関係とユーザーの関係になります。で、実際これらのものを使った結果、それらが有効さ、効率、満足度、大きくこの3つをユーザビリティの尺度として、これらを評価に用いて、そもそもあった目標とその達成の度合い、そこにギャップがあるかというところを測るのがユーザビリティ評価の基本的な考え方になります。定義付けますと、ある製品が指定されたユーザーによって、まあターゲットユーザーですね、指定された利用の状況下で、まあ、これをコンテクストという言い方をしますが、その、状況下で指定された目標を達成するために用いられる際の有効さ、効率、およびユーザーの満足度、この度合い、これをユーザビリティの定義としたいと思います。じゃあ、有効さ、効率、満足度って何かと、どういう観点なのかというところでご説明しますと、まず有効さというのは、やりたいことが確実にできるかどうか。効率というのは、やりたいことが効率よくできるかどうか。満足度は、やりたいことが不快感なくできるかどうか。これらを基準として、それぞれ評価をしていきます。じゃあ、それらを用いたユーザビリティ評価の方法についてご説明をしたいと思います。大きく、評価より対象者、まあ、被験者という言い方をしますけども、それが、有無について、やり方が若干変わってきます。被験者、対象者を使うときとですね、対象者を使わないときについて簡単にご説明をしたいと思います。まず対象者を使うときですね、じゃあ誰がその当該製品もしくはサービスを評価するのかといったときは、その対象製品のやサービスのターゲットユーザーに評価をしてもらいます。実施場所は、まあ、テスト用の専用施設だったり会議室などでも結構ですし、場合によっては、当該製品の利用現場、自動車のカーナビなどを使う場合は、自動車の車内など、こういうところを評価実施場所と用いても結構です。じゃあ、それにあたって実際、じゃあ誰が運営として評価メンバーと入るのかというと、まあ、モデレーターという言い方をしますけども、このようなターゲットユーザー、評価対象者に対していろいろインタビューする人、なのでインタビュアー、であったりとか、それ以外にその周辺でその様子を録画したりとか、記録を取るなど、機材の操作担当とか、記録の担当とか、そういう人たちが一緒にメンバーとして行います。
で、評価方法としてはどのように評価するかというと、大きく2つありまして、主観評価と客観評価があります。まず主観評価とは、その評価対象者の主観によって、主観的満足度評価のために、質問紙、調査票などを用いて、いろいろと質問していって、回答を埋めていきます。一方、客観評価というのは、パフォーマンス評価とインタラクション評価などに分かれますけれども、客観的に見ていて、それぞれのある製品を操作したりなんかにしたりする場合の達成度だったり、うまくいかなかったのはそのエラーした数であったりとか、目標までに要する操作時間などを測定します。また、インタラクション評価は、実際その評価者が対象者の行動を観察していて、どのように使うのかなというようなことを観察していて、分かりやすさだったり、つまずきの内容をいろいろ取得します。ここでこういうふうに一瞬止まったであるとか、ここで操作を間違えた、何かを操作について考えているようだった、などということを客観的に記録を取ります。おおむねこういうことを実施するにあたっては、ターゲットユーザーを集めるなどの、こともありますので、期間としては比較的長くて、1ヶ月以上かかる場合もあったりもします。この対象者に対してこのようなテスト、評価を行う場合の長所としては、複数の様々な属性の人から、様々ないろんな人にインタビューができますので、が評価を得ることができます。また一般ユーザーですので、開発者側の意図等はよく知らなかったりする場合もありますので、好き勝手なことを言いますけども、その好き勝手なことを言った結果が、思いもよらない発見が得られる場合があったりもします。これが長所になります。一方、短所としては評価範囲が限定的。どうしてもある程度一般の人に使ってもらうので、利用の仕方がわかる範囲でだったりとか、何時間もいろんなことを聞くことはできませんので、ある程度、評価範囲が限定的になります。またこれは時と場合によりますけども、特殊な製品やサービスの場合は、そもそもそのような対象者が見つからない場合あります。ほとんど使っていない、まだどういう人に使わせているのかわかんないような場合には、実際評価する人がいないので、見つからない場合があると。これが短所になります。一方、対象者なしの場合ですね、一般の人を呼ばないで評価をする場合という方法もありますので、こちらもご説明したいと思います。じゃあ、評価対象者、先ほどは一般の人、サービスのターゲットユーザーが評価実施者と言いましたけども、じゃあこちら誰かと言いますと、ユーザビリティエンジニアという言い方をしますけども、例えば人間中心設計専門家だったり、そういう人たちが評価対象者になります。人間中心設計専門家のユーザビリティエンジニアが、ターゲットユーザー、想定されるターゲットユーザーに成り代わって評価をするというようなイメージになります。実施場所は、先ほど一般の人に行うので、それなりの施設が必要だったりしますけれども、こちらはある意味では、専門の人間ですので、評価対象物が見られる場所が特に場所を問いません。評価メンバーは、先ほど今お話しした評価担当のユーザビリティエンジニアと、あとそれらについていろいろ記録をする、スタッフ、これらで評価メンバーとして行います。評価手法としては、後ほど詳細をお話ししますけども、大きくヒューリスティック評価とエキスパートレビューという、大きく2つの2種類があります。ヒューリスティック評価の評価というのは、ニールセンのユーザビリティ10項目というものがあったり、ないしはロンメイスのユニバーサルデザイン7原則という、いくつかのこういうような基本的な評価軸があるのがありますけども、それらを考慮しながら、それらが満たしているかどうかということを考えながら評価を行っています。で、一方、エキスパートレビューというのは、今お話したヒューリスティック評価に加えて、人間中心設計専門家が、人間工学や心理学や認知工学の知識や経験に基づいて、かつ対象ユーザー、ペルソナを用いたりする場合もあるんですけども、それらの、ユーザーの行動を想定しながら、いろいろ評価を行っていきます。そういう形になります。で、実施期間はスタッフで一気に進めたりすることもありますので、比較的短くて1ヶ月内にできることが多いです。で、これの長所としては、完全な製品だったり、完全なプロトタイプである必要もないので、設計意図等が分かればいい場合もありますので、そのプロトタイプの完成度によらないで、評価が可能と。で、評価範囲も広く設定できます。先ほどは一人のあたりにある程度の限られた時間しか評価できませんけども、こちらはそういう意味では実際にそれを仕事する人間が評価するので、評価範囲は広く設定できます。また、誰にも見せるわけではないので、ある意味では関係者のみしか見ませんので、機密性の高いものを評価することもできる。これがメリットになります。短所としては、複数の、たくさんの人にこちら聞きますけども、こちらはユーザビリティエンジニアが評価をしますので、その評価担当者の主観により、多角的な評価はなかなかしづらい。よって、思いもよらない発見が得にくい場合がある。これが短所になります。それぞれの目的だったり、今、長所短所等を考えたときに、どちらを用いるか。というのをまず最初に検討する必要があります。
じゃあ、ユーザビリティテスト、先ほどの対象者がある場合、何人ぐらいにテストを行えばいいのかという話をよく聞かれるんですけども、これは一般的に言われていることなんですけども、だいたい5名程度のテストを行えば、課題の 80% はわかると言われています。こちらが横軸が人数で、これが大体問題がわかる大体のパーセンテージなんですけども、大体このような曲線が引かれる中で、5人程度を行えばおよそ 80% ぐらいの課題がわかるということになります。逆の言い方をすれば、15人やればほぼ 100% がわかるという言い方もできますけれども、それで全てが解決するわけではないので、もし5人やる、15人やるような時間とコストがあるのであれば、それぞれの段階において、形成的評価の段階において、5人ずつ3回やったりする方が、まあ、結果的には効果的かと思います。それは私どもとしては5人ぐらいやることを常にお勧めをしております。じゃあ今度ですね、対象者なしの方ですね、ユーザビリティエンジニアが評価する場合の時の、先ほどちょっとお話したニールセンのユーザビリティ10原則というのがありますけども、ここに全部で10種類あります。で、それぞれの項目がしっかりとそれが満たせているのかというのを評価をしていきます。例えば、システム状態が視覚的に分かること、これが満たせているかどうか、どのように満たせているかということも含めて評価をします。例えば、具体的なシステムの状態をユーザーに見せること、何かを検索しているのであれば、検索中という文字をしっかり出すであるとか、ダウンロードをするのであれば、バーなどを出して50% までダウンロード済みなど、よくパソコンなどで見ることがあるかもしれませんけど、そういうものですね。など、ユーザーにそのシステムが停止してしまったなどと思わせないことですね。あ、これはフリーズしてしまったのか、などと思わせるようにしっかりと動いてて、今は計算中だ、何かシステムが稼働しているということをしっかり見せるということが必要です。で、システムと実世界のマッチとなりますけども、専門用語は基本的には使用しないで、実社会の馴染みの言葉で表現することと。一般の人はあらゆるものについて詳しいわけではないので、なるべく一般に馴染みのある言葉で使うということですね。シャットダウン。まあ、だいぶ馴染んできたので、今はシャットダウンという言葉を使えるようになりましたけども、その昔とまだパソコンが出だした頃、シャットダウンの意味がわからなかったりもするので、やはりこの場合は電源を切るという言葉にしましょうとか。そういうことなんですけども、得てして自分たちが無意識に使っている言葉、こそ一般の人から見ると分からない言葉を使っていることがあるので、そこはしっかりと実社会の馴染みの言葉で表現する。これが必要になってきます。ユーザー制御と自由度。画面などでユーザーが自由に移動できることということで、まあ操作を間違える場合もあったりするわけですけども、例えばユーザーが操作を間違えた場合、一つ前に戻るとか、あるいは最初からやり直すことが可能なこととあります。一度何かを操作してしまったら、それっきりもう完璧にロックしてしまって、二度と戻れない。こういうようなことがないようにするということですね。なので、操作ミスに気がついても、前の画面に戻れない、などということはダメということですね。一番最初まで戻らなきゃ元のところに戻れないとか、そういうことはできないで、画面などの場合はユーザーが自由に移動できる。こういうことが必要になってきます。で、一貫性と標準化。同じ機能はいつでも同じ名称をデザインとすることと。ということで、画面によって戻るボタンのデザインが異なるため NG と。また全体を通して同じデザインとすることと。まあ当たり前といえば当たり前の話なんだけども、どこかしらで、無意識のうちに、アイコンが若干ちょっと形が変わってしまうとか、色が変わってしまうなどということは NG で常に同じ名称をデザインとすること。ということが必要です。よくあるのが、例えばパスワードを入れるとき、ログインパスワードという言い方をしますけども、ログインパスワードという前の画面であるのに、次の画面ではパスワードだけになっているとか、そういうことは NG という話ですね。で、今度はエラー防止。エラーは当然起きてしまう。これはしょうがないと思うんですけど、できる限り事前にエラーを防止する仕組みや表示を行うこと。例えば何かしらパソコン等を例えばいじっているときに、5分以上放置すると自動的に終了します。であったりとか、パスワードは8文字以上ですって、あらかじめ表示をしておくとか、そういうことですね。事前に、エラーを防止する仕組みなので、例えば、全く表示がなくて、7文字のパスワードを入力して、ログインができないと言ったときに初めて8文字以上入れてください、などという警告を出すことは NG ということですね。8文字以上必要なのであれば、最初からパスワードは8文字以上というのを出しておいて、8文字以上入力させると。まあ、そういうようなことになります。で、記憶よりも見た目の分かりやすさと。ある程度やればユーザーが覚えるだろうであったりとか、このぐらいは大丈夫だろうとユーザーの記憶に依存してはいけないということですね。例えばかなりいくつかの画面の前の画面に戻ったりするときに、今までどの画面を経由してこの画面まで来たか、ユーザーの記憶に依然依存してはいけないと。いくつか画面戻ったときに、当然ここまでこの先も知ってるでしょうという。
前提で画面を作ったりしてはいけないという話です。柔軟性と効率性、ユーザーのレベルによってインターフェースを変更して操作性を良くすることということで、例えばいろんな人がシステムだったりサービスを使ったりもします。例えば初心者向けに初めてガイドとかクイックスタートを作成してあげたりとか、その一方で熟練者向けにはショートカットとか最近見つかった機能一覧など少し上手な使い方などを作成したりしてすることによって操作性を上げてあげると、こういうことが必要になります。美しく最小限のデザイン、まあ、できる限りデザインはシンプルでということで、不要なデザインや機能、冗長な機能を削除すると。どうしても開発をしているとこういうデザインの方がいいんじゃないだろうかと、こういう機能もつけてあげた方が便利じゃないだろうかということがあるかと思いますけど、結果的に冗長な機能をつけたりするとかえって操作さがややこしくなってしまったりとか、本来やりたいことができなくなってしまう、このようなリスクがあったりもするので、できる限りシンプルに行うというようなことですね。で、エラーが起きた時にはそのユーザーが認識、診断、回復が可能ということで、何らしながら入力エラーだったり操作エラーとしたときには、原因や対処を表示すると、エラーしました。で、それで止まってしまったらユーザーはどうしようもないので、必ずその原因や対処を表示することが必要ですということですね。あと一番最初は当たり前なんですけど、ヘルプとドキュメントを準備しておくということで、使い方がわからないときにヘルプ、必ず作っておいて、それに対する説明をしっかりと準備しておく。これらの10原則というのはですね、これらがそれぞれのものについてしっかりと満たされているかどうか、というのをユーザビリティエンジニアが評価をします。こちらはロンメイズのユニバーサルデザイン7原則、ユニバーサルデザインなので割愛をしますけれども、今の10原則と似たようなことが書いてありますので、まあ、後ほど時間があるときに改めてゆっくりと、まあ、確認をしてください。タイトルだけ読みますけども、まあ、公平な利用、誰であっても公平に利用しやすいこと、利用における柔軟性、自由度がなるべく高いこと、単純で直感的な利用、使い方が簡単になること、直感的に使えることってことですね。認知しやすい情報、分かりやすい情報で理解しやすいこと、失敗に対する寛大さ、使うときに安全や安心であるということ、身体的な努力が少ない、なるべく使用中体の負担が少ないとか少ない力でも使用ができることと、あとはアクセス利用のための十分な大きさと空間の確保という、誰でも使える大きさ、広さがあるということなので、それに適した広さ、ないしは大きさのものをしっかりと提供する必要があると。まあ、こういうことがあります。これらを交えて評価をそれぞれしていきます。じゃあ、そういう評価、何のためにするのというのを改めてもう一度振り返りたいと思います。当たり前といえば当たり前の話なんですけど、もう一度これをしっかりと念頭に置いて評価をすることが大事なんですけれども、何のために行うのか。高い価値を提供するために行う。ものづくりの本質からして、まあ、より良いものを作ろうとするか、まあ、当然ですけども、その中においても、ユーザーにとってより高い価値を提供するため、まあ、当たり前の話ですね。で、サービスの体験とその満足度を、まあ、UX、ユーザーエクスペリエンスの向上のためということで、その高い価値を手軽に気持ちよく得られて、その体験を継続したくなるものを目指す。それが UX の向上ですので、それを目指すために、適宜評価を行うということですね。で、それの延長線上ですけども、顧客満足度、カスタマーサティスファクション、CS 向上のためということで、使いやすい、ただ使えるだけでは UX 向上を図ることはできないと。ユーザビリティの確保というのはもはや当たり前で、それを踏まえた上で質の高い UX を提供するということが、そのまま CS の向上につながるというふうになるかと思います。で、利用品質向上のため、まあ、これも当たり前とは当たり前なんですけども、現在の製品やサービスは、まあ、品質の保証というのが当然求まれてきます。なので、機能や性能だけじゃなくて、その利用品質の管理や保証、向上のために、どっかに隠れたエラーが潜んでないか、などということをしっかり評価するために行います。あとは、販売増加、リピート顧客の増加のためということで、まあ、商品購入時の要因としては、最近では特にその使いやすさの観点というのは重要度が日々増してきています。なので、市場で打ち勝つためには、ユーザビリティも当然大事になってきます。商品のユーザビリティは、リピートの購買行動にも大きな影響を与えると。まあ、そういう形になるかと思います。で、これが意外と大事かもしれませんけども、開発コストの削減のためというところで、ユーザー中心設計、人間中心設計の概念を製品開発プロセスにしっかりと組み込むことで、手戻りコストの削減などトータルとしてのコスト削減効果が見込まれると。開発して最後に評価するだけではなくて、開発中に適宜評価を行って、想定もしてないエラーがないか、自分たちで良しと思ってるのに実はあんまり良くないものがないか、というものを適宜評価をしていくことが、結果的に手戻り、のコストが削減できるので、良いものが出来上がると。まあ、こういう考え方になってきます。
評価についてはどのようなものが評価できるかというところで、当然製品というのはまあ評価できますけども、それ以外であっても、ものによってはペーパープロトタイプ、手書きレベルのものでも当然評価することができますし、ソフトウェアのプロトタイプ、まあ、フラッシュなど専用ツールを使ったりとか、まだちゃんと出来上がってないのであれば、今の時代では VR を使うとか、こういうものだったり、プロトタイプの試作品であったりとか、どういうものでも評価対象としてはなり得ることができます。